皆様いかがお過ごしでしょうか。うしゃすライムでございます。というわけで今回は今欲しいもの10月編というわけで、僕が今欲しいものについてダラダラとお話ししていきたいと思います。それではお付き合いよろしくお願いいたします。一つ目はこちらです。キークロン90というわけで、キークロンから出ているテンキーと呼ばれるものですね。ありえない値段してます。テンキーといってもキーボードの右側についているテンキーというよりは、キーボードとは別に USB で PC とつないで、デスクに置いておくっていうタイプの別添えテンキーって感じですね。こちらが欲しいんですが、まあ以前のね、あの動画でお話しした通り、他のキーボードを新たにキークロン98っていう青いものにしたんですよね。これに合わせてこのテンキーを、つけてあげたらめちゃめちゃいい感じになるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。で、そもそもなんでテンキーが必要なのかっていう話にもなってくるんですけど、テンキーってめちゃめちゃ便利なんですよ。まず、圧倒的に数字入力がしやすいです。普段はね、頑張ってこのキーボードのこう上の方とかにある数字をね、こう頑張って押すわけなんですけど、テンキーって見ていただいたらわかるように横幅めちゃくちゃ短いですよね。縦にこう数字キーがずらっと並んでるわけですよ。となれば頑張って6の次1を押さなきゃって言って、こんな感じで横移動を頑張ってさせてあげる必要もなく、手を固定した状態でいろんなキーが打てるわけでございます。さらに言えば、別添えのテンキーっていうのは、キーボードの左側に置いておくことができるわけですよ。もうね、数字入力止まりません。まあそんなテンキーになってるんですが、最大のポイントというのは常に半角入力ができるという点です。まあ特にね、文章を打ってる時に、例えばね、数字を入力しなきゃいけない瞬間ってまあ多々あると思うんですよ。例えば僕が原稿を書いてる時は値段がいくらだとか、重さが何グラムだとか、そういうこといっぱい書くわけですよ。その時にですね、普通のキーボードで、まあ日本語の後に数字を入力すると全角になっちゃうんですよ。全角ってすごいバランス悪いんですよ。で、それを毎回ね、半角に直すために変換したりとか、入力モードをね、英語に戻してあげたりとか、いろいろ手間がかかるわけですよ。めんどくさい。せっかく頑張って、キーボードのね、上の方にある数字入力した後に、これですよ。こんな生活もうやめたいじゃないかと思って、まあ、テンキーが欲しいなと思った次第でございます。まあね、皆さんもテンキー欲しくなったと思うんですけど、じゃあどこのテンキーにしようかなって思った時に、キークロンのテンキーかっこいいな。このキーボード、一応ブルーなんですけど、まあ相当にね、いい色してるんですよ。このブルーが、まさにこちらのテンキーのブルーになってるわけです。これね、横に並べちゃったりなんかしちゃったらね、もうよだれが出ますね。まあメカニカルキーボードっていう部類になってるので、打ち心地もね、なかなかにいいものになってますし、なんだったらこんな感じでキーマッピングなんかもね、変えて自分専用のマクロキーボードみたいな感じにしてあげることもできるし、いっそのことキースイッチ自体をこう変えちゃうっていうこともできますよね。ホットスワップに対応してるので、かなりお手軽でもあります。ほぼ自作テンキーといっても過言ではないようなものになっているわけです。正直なところ、もうキーボード沼にハマってしまったので、テンキーとかもね、なんかぜひね、こういう沼の深いやつ買いたいなと思います。二つ目はこちらです。ソニー ZV-E10 というわけで、一言で言えばカメラです。多分発売されたのは去年ぐらいで、結構ね、話題になったりとか、めちゃくちゃ売れたりとかした Vlog 用カメラなんてね、言ったりするものになっています。端的に言ってカメラが欲しいんですよね。まあカメラが欲しいっすよね。僕はもうすでにこう目の前にこうカメラがあるわけなんですが、つまり言葉を付け足すならば2台目のカメラが欲しいんですよね。というのもですね、現在動画を撮影しているこのカメラですよ、だいたい1年以上前に、購入したわけなんですよ。中古で買ったんですけど、そもそもね、なんでカメラを買ったのかというと、別に動画が撮りたかったわけじゃないんですよ。動画を高画質で撮影しようとか、そんな高尚な理由はね、全くと言ってもなかったんですよ。シンプルに写真が撮りたかったんです。僕はですね、お散歩が好きなんですよ。休みの日とかにね、意味もなく出かけて、こんな人間なので僕は一人で基本的に出かけるわけです。
わけですよ。で、一人ね、まあなんか適当にどっか行ってご飯食べるなりなんなりをして、そっから 4,5 時間ぐらい歩くんですよ。別に目的があるわけでもなくて、めちゃくちゃ歩くんですよね。まあそんな感じで散歩が好きなんですけど、その中でね、こう散歩してる間になんか写真を撮ったりしたらめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと、ふとした瞬間になんかいろいろ面白いものがあったりするわけですよ、道の途中にね。まあそういう時にスマホで写真を撮るよりも、なんかこういうね、いい感じのカメラこうぶら下げて、写真撮って歩いたらなんか2倍ぐらい楽しいんじゃないかななんて思ったりしたので買ったんですよ。それが今やこんな突っ張り棒に固定させられて、なんかもう動かなくなって、ケーブルもいっぱい刺さっちゃって、こんなはずじゃなかったのにってカメラ側のね、絶対思ってると思うんですよ。なので今僕は見ている皆さんに言ってるのではありません。目の前のカメラに言ってます。そんなあなたを解放してあげたいというわけで、2台目のね、もう本当に動画を撮る用としてのカメラが欲しいなと思っているわけでございます。で、まあそんな、動画用カメラどうしようかななんて思ったりしているんですが、動画用なので基本的にはやっぱりソニーのカメラを使いたいっていうのがあるじゃないですか。オートフォーカスとかもね、なんたってこれ中古のもう10年以上前のカメラですから、でもちゃんとこうね、ピント合わせてくれたりするわけですよ。なのでまあソニーのカメラが欲しいんですけど、そうなってくるとね、やっぱりアルファシリーズっていう話になってきますよね。つまりアルファ7 3とかアルファ7 4みたいなフルサイズのカメラと、アルファ6000なんちゃらみたいな APS-C ってまあちょっとちっちゃいカメラの2択になってくるんですけど、別にフルサイズである必要もないかなっていう感じがしていて、基本的にちっちゃいのが好きなので、ってなってきたら、じゃあこれだろうっていうことで、この ZV-E10 というね、まさにアルファシリーズの最新作といっても過言ではないですよね。こちらをちょっとね、購入したいなと思っているわけでございます。それでですね、まあこちらの ZV-E10 何がいいって、ここですよ。これ、この赤いやつ、録画ボタンです。録画ボタンがめちゃめちゃ押しやすい場所にあります。アルファシリーズと言っていいのか分かんないですけど、このアルファ6000とかそういうカメラですよね。録画ボタンどこについてるかって言ったら、今目の前にあるんで見せてあげられないのがすごく残念なんですけど、カメラのこのちょっと出っ張ってるバッテリーにつけるところがあるんですよ。持ち手みたいなところですね。持ち手のこの側面にめちゃくちゃちっちゃいボタンがついてるんですよ。もう押しづらいって、毎回こうグッとこう押し込んであげないと撮影始まんないんですよ。それがこの、見てください、このでかいボタン、シャッターボタンと同じくらいでかいですからね。これめちゃくちゃ押しやすくていいなっていうね、感じが、してるわけです。それだけでもね、もう買い替えたいですね。ちなみに言うとですね、こちらのZV-E10 は動画用なので、ファインダーがないんですよね。覗くやつ、写真用としてはちょっと物足りないかもしれないんですけど、家で動画用として奴隷のごとく働いてもらう分にはね、そんなもの必要ないので、むしろね、軽量化していただいてありがたいぐらいな感じなので、最新型と言っても過言ではないこのカメラを使ってブイブイ言わしていきたいですね。3つ目はこちらです。奏で物ザ・ボードリノリウム。というわけで、こちらは天板です。デスクの板です。まさにこれですよね。というわけで、まあそんなね、デスクの天板が欲しいという話なんですが、なんでそんな話をするかというとですね、こちらの天板、スタンディングデスクをね、組み立てる時に、購入した IKEA の天板なんですけど、この天板がですね、最近歪んできてまして、このモニターあるじゃないですか。モニターアームっていうのを使って、まあデスクの縁にこうクランプで固定してるわけなんですけど、クランプしてる部分がですね、なんかこんな感じで歪み始めてるんですよ。まあ IKEA の天板って実はこれ中が結構空洞みたいな感じになってて、木が詰まってるとかそういうわけじゃないんですよね。なので耐久性自体にやや問題がある。まあ安いんでいいんですけど、まあ、消耗品みたいなところがあるので、しっかりした板ちょっと1枚欲しいなって思い始めているところなんですけど、そんな中で出てきたこれ、見てください、この明るい色。こういうね、ちゃんとした天板探すときに何が辛いかって、こういう真っ白なものっていうのは全然ないんですよね。基本的にちゃんとした木の板を加工したものになっているので、まあ木目調と言いますか、木の色なんですよね。黄色というか茶色というか。だから、いやー、どうしよっかなーって思ってたら、こんなのが出てました。僕が、このスタンディングデスク組み立てた、まあ、ちょうど1年前ぐらいですよね。その頃にはなかったですからね。これもう僕のために作られたと言っても過言ではないのかもしれません。過言でした。ということで、
まあ見ていただいたらわかるんですが、こんな感じでですね、非常にカラフルな色になっております。それでいてね、この縁の部分なんかは木目が残ってるので、すごくおしゃれで、ちょっとなんか温かみがあるというか柔らかい感じがありますよね。でまあいろんなカラーがね、こんな風にあるわけなんですが、見てくださいよこの色、ほぼ白、若干グレーなんですけど、まあこのぐらいのグレーだったらむしろね、あの加点対象ですよね。ちょうどいいタイミングでこの板買って、ちょっとねここ天板だけ変えて、まるで新しいデスクに変えたかのような生活を送りたいところですよね。ちなみにね、あのお値段さっきからの透けて見えてますけど、透けてっていうか別に隠してもないんですけど、58,500円、高い。こちらの天板1万円もしませんでしたからね、めちゃくちゃ安いですからね。ほぼ6万円の天板に穴開けたりするのめちゃくちゃ手震えそうですね。重圧に負けずに頑張りたいなと思います。4つ目はこちらです。アズラセドナイヤフィットマックス。常日頃この世にあるイヤーピースは全て使いたいと思っている僕なんですが、今回満を持してセドナイヤフィットシリーズの最新作が出ましたね。セドナイヤフィットゼラステックとクリスタルを使用してきた僕としては、もうぜひともこれ使ってみたいということなんですが、まずこちらのイヤーピース、どんなものになってるかというと、めちゃくちゃ柔らかいものになってます。ここに書いてある通り、医療用メディカルシリコン、すごいなんか頭痛が痛いみたいな話になってますけど、めちゃくちゃなんか柔らかそうですよね。こんな感じでベッタリイヤーピース潰れますよっていうことになってる感じですね。実はですね、アズラから、先日あのこういうね、ネホンと呼ばれるあの横に寝っ転がったりしても全然 OK だよみたいなイヤホンがこう出てるんですけど、このネホンに搭載されてるイヤーピースがまさにこのセドナイヤフィットマックスなわけですよ。ということはですよ、まるでつけて寝られるくらいの柔らかさを誇るイヤーピースになってるわけです。めちゃくちゃ気持ちよさそうですよね。つけてる時の不満とかなんかほぼなくなりそうですよね。なんだかんだ僕はあの今あのセドナイヤフィットクリスタルっていうのを使ってるんですけど、結構ねあのしっかりしたイヤーピースにはなってるので、時々ね耳に物突っ込んでるなっていう感覚にはなるんですよ。なのでね、ぜひともこのセドナイヤフィットマックス使用してみたいところです。ちなみにこちらは、だいたい今3000円ぐらいで販売されてます。高いですね。イヤホンとか使ってる時に若干なんか耳が痛くなるとか、そういう方はねぜひ試してみてはいかがでしょうか。僕も試したいです。5つ目はこちらです。アップライト横っ子。というわけでこちらは何かと言いますと、まあ、見ていただいている通りです。こんな感じでですね、 A4 の紙を立てかけておくっていうだけのアイテムです。こんなニッチなものが世の中には存在してるんですよね。というのもですね、僕はあの基本的にあらゆることを A4 の紙にメモをして生活しているわけですよ。動画を作るときはもちろんのこと、大学のレポート書くときとかも、今後の予定書くときとかも、あの A4 の紙に全部書くんですよ。基本的にはあのもったいないので、あの裏紙とか使うんですけど、なのでそういうね A4 の紙をとにかく机の上に常備してるわけですよ。で今はこういうね、あの後ろにあるこのなんかラックみたいなやつ、ここにA4 の紙もうめちゃくちゃ溜めてるんですけど、こんな感じで置いてるんですよ。ちなみにこれは IKEA の廃盤になった書類トレイなんですけど、ただですねこれ見ていただいたらちょっとわかるんですけど、でかいんですよ。しかも思ったよりかっこよくないんですよね。本当はあのもっとねあの近くでまじまじと見せてあげたいんですけど、重いんでやめときますけど。なのでですね、なんかもうちょっといい感じのものないかなってね、日頃思ってるわけですよ。まあなんたってね、あの今後もおそらくあの A4 の紙死ぬまで多分デスクの上に置き続けると思うので、なんかもうちょっといいのないかなって思ってたらあったんですよ。これめちゃくちゃ良くない？こちらですね、こんな感じで、まあ本当に1枚の金属の板みたいな感じですよね。こんな感じで斜めに立てかけておくことができて、ここに500枚なのでコピー用紙だいたい1袋開けたみたいな量ですよね。これをそのまんまこう置いとくことができるんですよ。500枚もあればね、もうこっちとしてはね心にかなり余裕が出るので、さらにこんな感じでまあ書く用のペンなんかもここに置いとくことができるので、何かと便利そうですよね。しかもねこれ全然スペース取りません。こいつが占領しているこのスペースを1枚の板に置き換えることで相当ねあの有効なスペースが発生するわけですから、これいいですね。皆さん基本的にあの A4 の紙そんな使わないと思うので、あんまりねあのこの興奮分かっていただけないんですけども、これはいい。
6つ目はこちらです。レーザーファントムキーキャップアップグレードセットというわけで、こちらはキーキャップです。キーボードの文字とかが印刷されているあのプラスチックのやつです。これがですねちょっと気になるなみたいな、以前からねこう目をつけているキーキャップでございます。こちらは一見まあ普通のキーキャップのように見えるわけなんですけども、ライティングがあるキーボードだったらこういう風に文字部分がこう光ってくれて、下の方もこう光が見えてくれて、結構ライティングがいい感じになりそうな、キーキャップなんですが、これ消灯するとこんな感じでまるで印字のない無刻印キーボードみたいな雰囲気をねこう出してくれるんですよ。これちょっとねくすぐられますよね心を。現在このキーボードはライティングがあるので基本的に光るんですよ。なのでまあ PC とかつけてる間はこんな風にね普通にキーの部分がこう光ってくれるので、まあ問題なくねタイピングなんかもできるんですけど、いざねじゃああの PC の電源落として今日は終わりですみたいになると、こんな感じで文字が隠れてくれる。めちゃくちゃいいじゃないですか。言葉にするのがすごい難しいんですけど、このギミック感というんですかね、二通りの楽しみ方があるよみたいなところがねすごいくすぐられるわけですよ。本当にこんなに綺麗にね文字が消えてくれるかどうかっていうのは正直微妙な気はするんですけど、なんだったらあのこのくらいの距離感で見たらあのちゃんと印字彫ってあるみたいに見えちゃうんじゃないかなみたいな気はするんですけど、やっぱね試してみたいところはありますよね。さっきも言いましたけどこのキーボードバックライトついてるんですよ。ただねキーキャップに関してはまあ決してねダサいとかそういうわけではないんですが、キーキャップ自体からはこう透けたりはしないし、縁部分も結構分厚めなのでライティングが本当に正面から見ないと隠れちゃうんですよね。こんなライティングついてますから、たまにはライティングを活かせるキーキャップっていうのをまあ使ってみるのも面白いんじゃないかなと思ってるんですよね。なんだってあの僕がこれまで使ってきたキーボードってまあリアルフォースとかもそうだしニーズのキーボードもそうですけど、バックライト基本的につけてなかったので、せっかくなんでねなんかこういう夢のあるキーキャップ使ってみたいなと思います。このサイト見る限りは結構見えてますよね。というわけで今回は僕が今欲しいものを6つ紹介してまいりました。お察しの通り僕はあの今間違いなくお金がないので、こんなものをねあの6つも買ってしまったらもう死ぬんですけど、まあ死なない程度にはね、いろいろ買って楽しんでいきたいなと思っております。まあぜひね皆さんもなんか面白そうなものがあれば教えていただけると僕も嬉しいです。この動画良かったと思ったら高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもツイッター等やっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。